はい、おはようございます。名丸です。今日もね、エレベーターホールから、ラウンジからお送りしてます。今日は7月11日ですね。火曜日ですね。はい、朝、今日なんか朝からめちゃくちゃ暑そうです。私の方はね、抗がん剤は昨日終わりました。昨日の午前中で終了をしました。ただね、副作用の方でね、非常に体調が悪いです。食欲も全然ないですし、もうとにかく体がだるい、重たい。ただ動けているので、まあいいかなと思います。で、今朝もね、食事も7割ぐらい食べました。全部はね、ちょっと完食できなかったんですけど、しっかり食べてる方かなと思います。で、まあ昨日より全然ね、体調はまだいい方です。で、これからね、少しずつ良くなっていくかなと思います。あとね、点滴はまだね、こう入れてます。これ生理食塩水をね、入れてます。で、しっかりね、腎臓を保護するためにね、ちょっと2日ばかり、これは点滴投与します。だから体はだんだんこれから楽になってくると思うんですけど、まあ今が一番大変かなと思います。で、まあ食べれないと困るんで、食べたくなくてもね、しっかり食べるようにしています。それがね、一番大事だと思っています。あとね、なんかやっぱり、昨日ね、いろいろなんか夢みたいとかね、結構楽しかったんですけど、夜はね、まあ眠れました。ただ点滴してんでね、トイレに2回ぐらい起きたんですけど、その辺はね、しっかりやってます。で、やっぱり元気になってね、早くね、子供と長くね、一緒にいる時間をね、作りたいと思います。それが一番僕のね、願いです。それがね、一番大切です。で、これからちょっとね、もう1日2日点滴があるので、退院は木曜日ぐらいかな。今日ね、担当ドクターが来ます。で、昨日ね、夜血液検査の結果出まして、腎臓の数値はね、横ばい状態なんで、まあ問題ないということですね。前はね、1回、抗がん剤シスプラチンをね、やった時で、腎臓の値が悪くなったんですけど、今回はね、予備で、生理食塩水先に、入れてやったので、非常に腎臓の数値がね、悪くならないで良かったです。ただ、この後ね、まあ、ちょっと油断許さないように、油断しないようにね、しっかりね、また点滴の方入れていきたいと思いますけどね。はい、今日はね、火曜日です。今日もね、なんか朝から暑いんでね、気をつけないといけないと思いますけど、まあ、私うちに部屋の中にいるからあんま関係ないんだけど、退院する時もね、多分暑いんでね、気をつけないといけません。で、やっぱりね、こう治療している間にいろんな方から応援のいたメッセージをもらったりしててね、今回でまあ抗がん剤、2クール目ですけど、まあ、4回やられた方からメッセージいただいたりしてね、やっぱりこれからまだ僕もね、がんとの戦いが続くと思います。でも、しっかりね、自分を見失わないようにしっかりやっていきたいと思っています。で、がん、僕の今のね、実感としてはね、食道の、ね、引っかかりが、ね、少なくなったような気がします。だから、がん患部は小さいんだと思いますね。だから食べ物はね、飲み込みが前よりは楽なような感じがします。それは放射線とか、ね、抗がん剤のね、やっぱり影響というか、効果だと思います。ただこれからね、まあ、油断しないようにね、気をつけたいと思います。はい、あとね、もう少しね、食欲がね、出てくれるとね、助かるんですけど、なかなかね、そういうわけにもいかないんでね、食べ物ね、しっかりとっていきたいと思います。
あともうちょっとね、今日から検査もあんまりないんでね、楽だと思います。あと、なんだろう、お見舞いの方もね、あまりもうこれから来ないかなと思うんでね、少しのんびりできるかなと思います。そんなわけで、まあ、家にね、まあ、木曜日あたり帰ると思うんです。金曜日か木曜日か。家でもね、しっかりね、ちゃんとやっていきたいと思います。できたらね、金曜日ぐらいまでいるとね、放射線のこう治療もね、入院内で、ね、進む、終わるのでね、そうすると楽だと思いますけどね、なかなかでもそういううまくいかないんでね、しっかりね、その辺をね、やっていきたいです。で、これからのプランなんですけど、まあ、これで放射線治療終わりますね。そうすると、あと、抗がん剤だけなんで、抗がん剤は、あと2クール多分予定していますので、今日2回目終わったので、また3週間インターバル開けてもう1回、また3週間インターバル開けてもう1回という形なんで、終わるのが9月、10月ぐらいになるのかな。その後ね、どういうふうな、ね、治療方針になっていくのかちょっと分かりません。がんのね、こう、なんだろう、推移っていうか、まあ、どういうふうに小さくなっているか、どれだけ、効果がね、治療が現れているかによって、またこれからね、治療がまたいろいろ変わってくると思います。で、まあ、今回ね、まあ、こう入院してて思ったのは、家族のね、ありがたさっていうのはすごいのに身にしみます。やっぱり、うちの奥さんとかね、子供がいてね、やっぱりいろいろ励ましてくれるんでね、僕本当に助かります。一人だとね、結構大変だったかもしれないんですけど、一人だったらね、多分もしかしたらこんな治療はね、僕受けなかったかもしれないしね、いろいろ考えますけど、まあ家族のためにみんなとね、長い時間ね、一緒にね、生活していきたい、時間を過ごしたい、子供との、またね、貴重な時間をね、ずっと過ごしたいというふうに思っています。だからそのために、ね、治療しています。だから家族、僕にとってとても大事です。まさかね、こういう感じになるとは思わなかったんですけど、でも家族の存在というのは僕にとって大きな意味があります。はい、まあそんなわけで、まあ、お昼ね、ちゃんと完食できるようになるといいなと思います。昨日よりね、気持ち悪さ、だるさはね、昨日よりは軽減されてるんですね。だからまだいい方だと思いますけど、まあ少しずつね、まあ、抗がん剤も回ってるんで、だんだん良くはなってくると思います。まあ、今日も暑いんでね、皆さんね、体調に気をつけてください。私もね、まあ、ちょっと外に出ることはないと思うんですけど、今日は担当医がね、来ますので、またいろいろ細かいお話をね、していくかなと思いますがね、私もね、まだ入院生活まだ続くんでね、しっかり治療していきたいと思います。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それから、ね、子供との、ね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることの、ね、出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。